ワールドスピードレコードホルダー WG774 フェアリーデルトにはイギリスの超音速実験機であり1954年に初飛行したアオン速超音速の飛行の実験のために開発された円形断面の胴体を持つ中翼の無尾翼三角翼機でエンジンのエアインテークは翼の根元に設けられたエンジンは ロールスロイスエイボン RA-14R のアフターバーナー付けである。長く尖った機種を持ち、着陸、離陸時には重度、折り曲げて、視界を確保する設計であった。WG7-74 と WG7-77 の2機が製作され、WG7-74 は1954年10月6日にピーター・シスの操縦で初飛行した。 1954年11月17日の14回目の飛行で上空9100メートルでエンジントラブルを起こすが、シスは負傷することなく、滑空させて基地に戻りその功績に厚労省を受訓した。テストは1955年8月に再開され、1956年3月10日に、 海 -100 が1955年に記録した速度記録を時速 480km ほど上回る時速 1811km の速度記録を樹立した。この記録は 1000mph を超えた最初の記録である。速度記録は1957年12月に J 海 -101A によって更新された。 1960年にフェアリーを吸収した BAC によって、コンコルドの開発プロジェクトのための OG 翼の研究のために1号機 WG774 が改造して試験に使われ、1964年から1973年まで飛行試験を行った。BAC221 に改造された WG774 は、 ヨビルトンの英国海軍航空隊博物館にコンコルドと並べて展示されている。2号機の WG777 はコスフォード基地の王立空軍博物館に保存されている。出展、ありがとうございます。